コーヒー飲め。最初買う。雨だね。雨だね。ええー、わこれ。うわー、ここめっちゃ綺麗。来たかってん、ここ。この窓の結露で拭くから、なんかすごい効率がいい。確かに。リアル鬼山くん来てくれてる。めっちゃいい匂いしてるな思って、めっちゃドロドロや思って、どうしようかなと思ったらカメラ向けられてた。めっちゃ走っとったな。なんか傘、うん、刺せへんやん普段、うん、まあ用も刺しないねんけどさ、はいはいはい、なんか別に濡れてもええわと思ってたけど、濡れたらさ服とかが乾かすの邪魔くさいやん、うん、だからこういうのちゃんと刺そうと思って持って行ったけど、うん、温泉の人がある。うん、考えられへんねんけど、タッパ着んのかな俺。いや寒いもん、まだ全然ちょっと入られへん、寒くて。ちょっと張り方下手くそや今日いいやん練習。めっちゃ広いなキッチンが。ええー、な、ここ座れたら。いいやろ。え、めっちゃ楽。これはええわ。結構何でも作れそう。ありがとう。チュンポンの部位ってさ、どんなんやったっけ？メインがあって。メインがまずなんちゅうんかな、細長い、うん、何の形に出るあれって、ゴーヤぐらいの感じやな。ゴーヤみたいなが南北にあんねん、こんなんやな。そう、うん、それが 100m、うん、70m ぐらいかな。そのうん、その幅が 20m ぐらいじゃない。うん、そんなんがこうズドーンってあって、あで、部位があんのがまず南の 根の根元と、うん、ピューンって突き出る前の根元、赤マダラとかオーバーハングリー、で次真ん中の西の根みたいなのかな、メインの根なんちゅうのか忘れる、細いとこや、ね、細いとこはちょっとくぼみ、うん、シルベーヌみたいな感じのくぼみがあってそこにくぐりついてる。ここ、うん、でこっち側によくあのなんだっけ、細平味、細平味やんな、テルメ味ね。テルメ味だっけ、どっちだったっけ解明されたようなやつだった途中でどっちかになったような、なんか側線の入りが違うとか、わけわからん、なんかもテルメちゃん、オックスアイスカットみたいな、うん、テルメ味やがイクラみたいにおるやんな、ずーっとこぼれいくらやんな。でもそれは結構後半は
南の根全部かぶっとってみた。あ、そうなんや。リムコさんが写真撮ってくれたやつあんねんけど、はいはい、それをまたあのアップするわ、はいはいはい、今多分この辺に今出てると思うんで、あ、バラクダロックでさ、俺上向いて撮ってる動画分からへん、はいはいはい、あるな、で脈打つやつ、うんうん、あれはまたここでアップすると思うけど、あれもバラクダロックのアジアから南に移動してる時もあったな。写真で見るだけで絶対分かれへん、うん、でも写真アップしてくれてるからめっちゃ見ていいね押すけど、うん、これ行った人しか分からないのなって思う、ゾクゾク感で、あの鳥肌立ってる。タオトええな。行きましょう、タオト。まあまあ、ぼちぼち焦らずね。あの、カレー作ってもらってもいい？あ、カレーする？カレー食べようか。うん、まあゆっくり行こう。まあゆっくりだ。まだそんな腹減ってない。うんうん。まあゆっくり行ったらちょうどいいんじゃん。それじゃあ動画作るわ、今の勢いで。材料だけ出しとこうか。ズッキーニと、玉ねぎ入れて、人参も入れちゃおうかな。やば。カレーかデミグラスか。そう。カレーじゃない。カレーにする。日曜日やから。そやな、日曜日やもんな。昼やしな、まだ。デミグラスは夜やろ。あ、夜やな。水曜日の。水曜日の、オッケーオッケーオッケー。めっちゃ可愛いな。綺麗。こんな感じでいいやろ、多分。いいな。いいな。うーふー。うわ、すごい。美味しそうやな。美味しそうやな。これ俺今、何だっけ、ファイルの整理整頓してんねん、動画の。へえ。すごいやろ。すごいな。さっきからさ、うん、ずっとやってんねんけど。へえ。やっぱすごい。なんかあの現実、うん、と動画撮ってるやん今。うん、とこれ撮ったやつを編集してるやん、うん、なんかもうワールドが展開しすぎてすごい層に電脳に移住してる感じがあるやん。思えへん。これちょっと前の大阪の撮ったやつとか、うん、今日付付け直したりしてんねんけど、ああこいつら今ここでスケボーしてんもん。そうなんや。すごいな。ここで今車中泊してるやろ、うん、っていうのを動画撮ってるやんそれ、うん、また今からしたら未来に上がるわけやん、うん、大丈夫これ。あ、疲れるな。ちょっと疲れる。あれ、あ、確かにちょっと、ま、疲れるな今。自分で言って疲れたわ。疲れるな。今バーンとパンチ食らった。脳の筋トレが必要なのか、うん、もうちょっとやり方があんのかな。あ、なんか映像クリエイター、映像関係の人の定めなんじゃん、それはもう。マトリックスが定めなんや。衝撃的やん。衝撃的や。衝撃的やった。その動画は何と今撮ってるやつは、うん、未来に当たるん、過去に当たるんですか、結局。分からん。あげんのはだって今よりは未来やろ、うん、そうやな絶対ね、うん、1週間後2週間後やろ。でも編集してそれ上げた頃には前の動画が上がるわけやもんな、その時見た時、うん、やばいなこれは、はい、大丈夫かな。未来に行く行かんなったらさ、もし時代がちょっとまず身の回りの整理していかなあかんってなるとするやん、うん、俺はもうすでに未来とか過去とかにいろいろばらまきすぎてるからすごい手間かかりそうやな。全然意味わからへんかった。やるわ。今日のポイントは、うん、蒸し野菜のカレー。うわ、めっちゃ甘さが想像できないわ。あ、うま、蒸し野菜に、うん、では行けるのか。
さっきの蒸した野菜。うわあ、美味しそう。うわ、めっちゃ美味しそう。うまいな。ベイクドビーンズを。焼いたやつめっちゃ好きやね。あ、美味しいよな。なんか独特の。さあ、炊きましょう。あ、食べる？食べる。緑？あ、緑からね、うん、間違いない。めっちゃ喉乾いてんねんけど。そうやな。あ、いただきます。あ、うん、あ、雑穀もりもりや。そうっす。めっちゃ綺麗やね。めちゃくちゃ綺麗な。あ、いただきます。めちゃくちゃうまそう。本日1食目。はい。塩多めに入れて。たまらんな。おはよう。いただきます。はい。うわ、ズッキーニは何やなと思っとってゴリゴリ掘って。ほっか、アクフグ、うまっ。このルーはめっちゃいいな。いいよな。なんか油も綺麗なやつだし、全部、うん、うわ、豆が入ってんねや。うん、あの言ってた豆独特のな、うん、なんかほろけるのか、栗よりもちょっとホクホクしてる。栗ぐらいか。栗と大豆の間みたいな感じや、豆って、食感がどんぐりみたいな感じじゃん。ベイクドした感じ出てる。うん、それはあんま出てへんけど。出てないんや。うん、カレーの方が強すぎて。あ、そう。でもメイクとしたかあのほっこり感。ほっこりじゃないな。なんちゃほっくり。ほっくり、うん、ほくほく感か、はいはい、ほくほく感は出てんのかもしれへん。うん、おいしい。蒸し焼き感は出てる。これも芋と一緒やけど、うん、とりあえずうまいね、めちゃくちゃ。だからどこでこのうまさが出たとかそんな分かれへんやん。蒸し焼きで出たのか、蒸し焼きで出た野菜のうまみがスープに出てんねんかとか分かれへんから、その質問が悪い。そうやな、うん、単発単発言うなと。そう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 。全て含めてこの作品なんやから。そうやろ、そんな蒸し焼きの段階はもちろんうまに決まってるやん。玉ねぎとさ、ズッキーニ焼いてるだけバッキー出てるやん。うまに決まってる。あれ、2杯目。うん、2杯目。カレーは行くよな。カレーは行くか。カレーは行くよな。うん、カレーで2杯目行かん人っているんかな。それはちょっと潜りやな、多分。ああ、そうなんや。おかわり。うん、おかわり。本日のご飯は昼間のカレー定食です。全然飲んでへん、飲みます。むちゃくちゃローズマリーの匂いしてんね。すごいローズマリーってるね。あ、知らなかった。これ何のタイマー？トゥクは天地。ありがとう。出たよ、これまた。
いい感じだね。おお、ありがとう。いただきます。はい。うわ、おいしそう。世界三大鍾乳洞の一つに数えられる龍泉洞に湧き出る天然水やって。いや、うん、いただきます。いただきます。こいつローズマリーの香りの。おー、ここ行くわ、かく。あー、美味しそう。いただきます。めちゃくちゃうまいこと焼けてるわ。へー、なんかローズマリーか、新しい感覚か。うん、なんかシソとかも合う。もちろん酸味のある塩が。うん、うん、うまい。やっちまった。どういう状況？パソコンがおかしくなった。フリーズして動けへんねん。なんかパニックってた。すごい言うとったもんな。言っとった。マックってそんな音鳴るんやと思ったよ。なあ、久しぶりに聞いたよな、あのマシン音。マシン音な。鳴るんや、こいつも。鳴らせんねや、ちゃんと。うなっとったもんな。でいかに普段が許容範囲内で仕事してるかやな、うん、そういうことやな。こんくらいウィン言わして当たり前ってことやろ。こういう装置があるってことは。そうか。こんなもんやろ。そうか。みたいな音したいけど。初心に帰ってんじゃん、マックも。そうなんかな。どう、動く？うん、動いてる。お、熱出してだいぶすっきりした感じじゃん。あー、すげー。オッケー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 、よかったよかった。買った、こいつ見るとやばかったよ。ちょっとやばかったな。ちょっとやばかったな、うん。じゃあ、あと一仕事しよう。はいはいはい、はい。